はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシです。今ね、こちらのアレンジメントの動画が撮り終わって、これからね、今日は皆さんにちょっと母の日についてお話をしたいと思います。結構ね、こう母の日看板出てきましたね。どこのコンビニ行っても、大手スーパー行っても、はたまたレストランに行っても、母の日オーダー受付中、母の日オーダー受付中って書いてありますよね。まあ、はっきり言って、まあ、ああいう場所でオーダーしていいものが届くことは、僕の目から見たらですよ、僕の目から見たらいいものが届くことはありません。なので、もう残念ですけれども、まあ残念です。残念なものしか届きませんね、それは。じゃあね、僕ね、どうしたら皆さんを救済できるか、母の日のね、こうオーダーでこう救済できるかって考えたんです。まあ、ただね、こう、じゃあ専門店に行ってください、花屋さんに行ってくださいっていうのは簡単なんですけれども、まあ、はっきり言って花屋さんでも悪いところもあるんです。僕もね、結構見てきましたし、まあね、あとある団体でこう指導委員長とかもやってきましたし、こう皆さんのね、花屋さんの講習もしてきました。まあ、その中で、まあ、はっきり言って悪い花屋さんは悪いです。いい花屋さんはいいです。なので、完全に救済できるのは花屋さんに行けとも言えないし、はたまたスーパー、大手スーパーとかは絶対無理だしっていうことで、もう数限定になっちゃいますけど、まあ、僕と僕の信頼できるこう僕の側近がいるんですけれども、それでできる限りの皆さんの母の日オーダーは救済します。っていうのが、まあ、僕なんか直接母の日今まであんまり受けてないんですけれども、作ります。それで皆さんのお母さんに直接送ります、宅急便で送ります。なので、こういうかっこいいアレンジメントが必ず届くんです。金額的にも同じような金額で揃えさせていただきますので、そうだな、まあどうしよう、オーダーメイドで、じゃあ一律、まあ、3000円と言いたいところですけど、ちょっとオーダー多くなりすぎちゃうと困るので、5000円、5000円のオーダーで、5000円のオーダーでどうしようかな、500件ぐらいですかね。500件ぐらいまではなんとかします。僕か、出崎徹君か、藤沢勉君か、森川正樹君か、吉田佑君か、この側近メンバーでやります。なので、ぜひ母の日のかっこいいギフトをお母さんに送りたいっていう人は、こちらのメールアドレスにオーダーください。オーダーは、オーダー、要するに お名前と、ちょっとここに書きます。ここに書きます。これを入れてオーダーしてください。これが入ってない人は、オーダー受けられませんので、で、オーダー受けた方には必ず返信メールなり返信電話なりを差し上げます。なので、ぜひここにオーダーをしてください。でも限定500件です。500件超えたらもうできないので、それ以上は受けませんので、早いもん順とさせていただきます。今年はね、ぜひかっこいい母の日のアレンジメントをお母様に送ってください。ただ救済できるのは500名です。ではお待ちしております。早いもん順とさせていただきますので、どしどしご応募ください。ではよろしくお願いいたします。まあ、極力僕が作るようにはします。